毎日ポジベ。はい、ポジベ期17年、スーパーポジビティチャー福地でございます。このチャンネルは私が毎日ポジマことを発信することでやってみていただいているあなたに少しでも向きにポジマやっていただければ嬉しいというポジティブチャンネルでございます。さ あ2022年の4月の28日ですね。昨日ですね、ポジティブ居酒屋ですね、水曜日なんですけども満席になりまして、どういう方々が来たかといったらですね、まずはこのポジティブ居酒屋すぐ近くのですね、会社の方がずっと気になってて予約をしてですね、4名様で、来てくださったというのと、あとですね、すぐ近くのスキューバダイビングの専門店で働かれてるですね、方々がこのお店にずっと行きたいと思ったということでですね、昨日は飛び込みでですね、3名様来てくださって、それ以外にもね、常連のお客様もいて、本当にこういろんな多種多様のいろんな職業の方々が一緒にこうみんなで飲むみたいな空間でですね、すごくまさにポジティブ居酒屋の真骨頂というような、そういう営業でした。で、やっぱりね、そういう忙しいね、すごくこう盛り上がる営業をした時に思うのは、もっともっとね、魅力的に自分がなることによってこのお店に来る人たちの価値も上がるし、このお店のやっぱり楽しさっていうのを倍増していくと思うんで、まずは自分のね、人間力、魅力を上げていくというのと同時にですね、ここに来てくださるお客様に対してですね、もっともっと思いやりとポジティブをですね、どん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 こう僕がみんなにですね、こう体感してもらうみたいな、そういう風に、やっぱりこう自分の身の回りにいるね、10人ぐらいの人の平均が自分っていう風に、よく言われると思うんですけど、やっぱり自分をね、もっともっと成長させる、もっともっと勉強して、もっともっと魅力的になる、そういうことがですね、結果このお店をですね、もっとさらに面白く盛り上げることにつながると思うんで、まだまだね、僕も人間力もっともっと増してね、今がね、じゃあ全然ないのかって言ったらそうでもないと自分ではね、信じて、だけどもっともっとね、頑張っていろいろですね、失敗もしながらも前に進んでいく、それをね、どん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 やっていきたいなと、そういうふうにね、思って、今日はですね、予約はないんですけども、今日も素敵なね、面白い人たちに会えることをですね、楽しみにね、今日もしっかりと準備をしていきたいと思います。ということで、以上、毎日ポジベ。ご視聴ありがとうございました。